攻撃のスイッチが入りました。早いレイソル、ただここは野津田粘るが強い細谷、ね、さあレイソル行くスペースがある、うん、細谷が行く、細谷がうまく体を使ってまだ行く、間を通した、うん、マテウス・サービオ、お早い、入れ替わった細谷、早い、体を入れて倒れません、前を向いて細谷、さあ抜けて中谷の対応になるか、細谷のシュート決まった、アンダー21日本代表、細谷真央が決めました、カットした、さあチャンスだ、横パスから細谷だ、細谷ことがあると思うんですよ、はい、でそれがしっかりとできているからこそいけてると思いますね。今マテウス・サビオで一気に前線、細谷のところは細谷にロングフィード、入れ替わった、さあ裏に細谷が抜けてきますが、中村東也と細谷、ね、はい、細谷が強さを見せます。まだボールをキープしてペナルティーエリアの中入ってくる、ね、おっと倒れた、マテウス・サビオ左足で入れていく、こぼれ球シュートだ、武藤パラサイド押し込んだ、ブラックは上がりません、押し込みました、細谷です、シュート、マテウス・サビオ、こぼれ球 C8、シュート、先制、細谷リフレクションで入りました、での対応になりました高橋です。逆に柏の方は予想通りですね、うん、中に入れて細谷がスルー、あ、例えば武藤が降りて細谷が走るとか、あと逆もしっかりなんですよ、細谷、うん、細谷持ち出してのシュートだ、こぼれ球押し込めない、惜しいシーンでした、細谷拾った、かました、縦に行く、角度がないところ、ポスト、大南が右のサイドバックです、小山津から細谷だ、細谷、これはヘッド、マテウス・サビオから斜め、これは細谷が足元うまく収めた、中に入れて小山津、もうちょっと運べというようなジェスチャー、さあ細谷抜けた、これは笛が鳴って、マテウス・サビオ縦、細谷がいる、ボックス内、細谷だ、ナイスキーパー、足元引きつけるコントロールから細谷、見事なワンタッチコントロール、2対0、細谷を使うボール、ここはスピードがある、入れ替わるか、入れ替わった、あっと倒れたが、スピードを生かしてボックス内マイボールにした、細谷戻した、森海斗、さあ細谷持ち出して、細谷だ、まだあります、細谷折り返し、後ろからシュート、細谷だ、細谷が持っていく、ドーグラス走る、細谷自分で行く、自分で持っていってシュートだ、はいはい、踏み込んだチャンス、細谷だ、先生細谷収めて宮沢対応に行く、またキープ、強い細谷、前線は3人ほど背後を狙おうとしました、強い、今ずっとスイカイドもね、あ、細谷縦を取った、サビオかわした、前を向いている、細谷に出すシュート、先制点はレイソル、チャンス、武藤こぼれた、1点も返しました、レイソル流し込んだのは細谷、さあここでルーカスをかわして大南クロス、小山津、後ろから細谷、決まった、今シーズン5点目、柏追加点、前半の26分ですね、ここは細谷が収める、マッチアップは宮、細谷、さあ背後細谷受けて、背後でマイエダシュート、違うんですよ今の場所を取るのが、元は細谷へ、どっち、小山津越えて細谷、小山津を使った、小山津越えたか、ポイントという答えは非常にいいですね、体を入れた、ねじ込んでレイソル同点1対1、ね、落ちていてボールを運べっていうことは言ったと思います、リードを見せる細谷、
クロスを上げる、中フリーになっている、シュートを出るか、シュート、中から三つ丸です。裏へのボール、細谷、山川、体を前に出た細谷、マイナスのパスをちょっと後ろに入ったが、一気にマンマクでラインを壊して打つんです。さあ、ここが細谷がボールを奪う、シュートを奪います、三つ丸だ、細谷が前向く、細谷が行く、細谷も左足、武藤勇樹折り返し、振り返って細谷、ナイスキーパー、小山落としてから新橋決めてますよね、はい、いやー、玉際の攻防だが、いやー、強いですね、細谷です、椎橋、終盤のコンダクターから、うん、いいボールですね、さあ、細谷行く、細谷からフリーだ、うん、いいですね、中村来た、いやー、そして、細谷が受けてヒールで落として、あー、いいボール、まあ、そのあたりの守備の立ち位置は、はい、出たところまでね、勝ちますね、細谷へ、中折り返し、武藤、さて細谷のスピード、近い時間で2点目、エクラトさん大きいですね、ね、中村、うん、浮かせてサイドを使ってきた、左へ落ちましたよね、はい、馬場のロングフィード、いい、細谷、サイドから前に出した細谷が行く、細谷が来た、どうだ、出ていったっていうのは一つだと思います、ね、またここも細谷に行く、シュート、そしてまだボールをキープしている、下げたところ斉藤、さあ拾った、前が入る、ここはどうか、シュート、細谷のシュートでしたが枠を捉えることができませんでした。今日一番のビッグチャンス、この足元、さあ縦を選択、ここからのクロス、ヘディングシュート来た、ここは藤尾のクロスに細谷で、振りも上がってきています、ファーサイドにチェイサンリー、ヘディング、セットプレーから先制点が生まれました、鈴木唯人、押し込んだ、細谷です、いやー、今なんですか、入ったと思いましたよね、だったんですね、からの移動だったと思います、ここはチャンスになる、左の加藤がいます、グランダで中に入れる、加藤が来た、左足、そしてどうだ、ヘディングシュート、サビオ、横パス、細谷、サビオに戻して、サビオ、こえます、柔らかいボール、頭でつないで、こぼれ球、基本ベースは大裏返した、森がいった、森のシュート、プレッシャーに行く、ブロックしてシュート、突き刺しました、ドグラス、柏逆転。